なたの本を読んで夜更かしするくせね。あれ気をつけなさいよ。警戒警報の時なんか明かりが外に漏れないよ。あなたこの次ですよ。さあ降りるのよ。手紙をちょうだいね。お母さん曲げますからね。鳥の餌を忘れるんじゃないよ。豊さんも体に気をつけてね。豊さん、人が見てますよ。お母さん、泣かないの今日は。あなたに叱られるからね。でもね、お母さん泣きたい時は思いっきり泣けばいいと思ってるの。どうして？今にあなたももう少し大きくなったね。